あ、たくみがいる。たくみ良いやん。ザボなの。やめといた方がいいぞ、その、それはや、怖いぞ。ザボだ。見た目だけだな。音だけだからもんね。あれ、半分削れた。あ、やべ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 。一応やっつけられるんだけど。あー、たくみー危ねえ。死ぬかと思った。よし。いやー、怖かった。びっくりしたわ。おー、たくみまたいたよ。たくみ多いな。間違いない。こんだけツールあったら、でも鉄の防具作っちゃってもいいかも。さっきコリアンダーみたいなやつに太刀打ちできるからね。コリアンダー何だっけ、スケルトン。なんで最後伸ばすんだろう。こっちから行こう。間違えた。突撃ゾンビ。いや、突撃じゃない。あ、ゾンビ、上からゾンビ来てる。あ、大丈夫、これね、面白いことする。落とせる、落とせる。こっから降りれそうじゃない？なんかほら、多分こっから降りれるよ。ちょっとじゃあ俺上に張っとくか。いや、いいよいいよ、大丈夫大丈夫。こっちから来ちゃおう。あ、なるほど、そっちに行くわけです。ゾンビは事後でもいいけどさ。ね。一番あの事前報告が欲しいのはあの匠くんだよね。なんか、何これ。あ、びっくりした。マグマが上にある。うわ、アスケさんの音がする。ね、俺だ。あ、ごめん。うふふ。もうやだ。え、これさ、落ちたらさ、アイテムどうなの？あ、下とかに落ちたらもう飛散するよね、マグマに。その前、てか、その…うん。あっ！お、落ちた？びっくりしたー。大丈夫？いやー、今本当に死んだと思った。あぶねー。焦った。なんか、ケツ浮いたんだけど。ふわってなった。警告あるとね、一気に迷うんだよね。あ、そうなの。そう、方向が分かんなくなるんだよ。少なくとも、俺は、ちゃんと帰れた試しがない。マジかよ。広いし、死にたくないし、他のところに。あ、こっち行ってみようか。マウススクロールの反転をしたいんだよな。うん、できないんだ。マウススクロール設定。そうだね。あ、それは反転できない、ね。できないんだ。うん。最初は左向いたら右行くってことでしょ。あ、違う違う違う。あの、ホイール。あ、ホイール？そう。転がすとさ、カーソル上行くと左に行く？左。あ、左。あ、それが気持ち悪いんだ。気持ち悪い。まあいいや。しょうがない。たくみが2匹いる。ちょっと待って、やばい。やばいじゃん。オッケー。なんかゾンビの声する。たくみもいる。やばいよ。ちょっと待って。受けられないよ、俺。ムカつくな。大丈夫だった。大丈夫。ああ、なんか。よし、とりあえずクリアをし。なんかスケルトンの音がするんですけど。ん？渓谷の中にいるな。うわ、すげえ。うわ、来た。たくみ。ナイスだ、ナイスだ。あ、エメラルドが落ちてる。これはひどい。アシストしてくれた。渓谷がね、怖いところはこういうところなんですよね、まず。あ、いろんなところから。たくみが落ちてくる。たくみが落ちてくる。冗談じゃないよ。広すぎる。もう俺は帰り道わからないでしょ。
入りますか、そしたら、うん、一回。一回帰ろう。戻れるかは、別として。ダイヤモンド、ダイヤモンドがあると何になるんですか？ダイヤモンドがあると、黒曜石が掘れて、ネザーに行けます。ネザーっていうのはそういう世界。世界。なんか、要は地獄みたいな。地獄かよ。え、それダイヤモンド何個ぐらいする？3つあればツルハシができて、それで大体 OK。でも、まあ、ネザーに行っても結局ダイヤが必要になってくるから。そしたらさ、サトウキビ探しに行く。サトウキビ、そうそう。うん、そうするとマップが手に入るから、探索がすごい楽になる。あれは防具は作んなくていいの？あ、防具作るか。忘れてた。防具作る。まあいいでしょ。頭丸出しだよ。スケルトンに打ち抜かれたら死ぬね。よし、じゃあ行きますか。夜で。あ、よ、はい、すいません。寝ましょう。で、ついでにさ、馬とか探そうよ。馬？馬も、馬とかを連れてこれるのよ。へぇ。リードさえあれば、とりあえず連れてこれんね。じゃあとりあえず行ってみますか。探索。あれし。どっち行く？任せる。で、ちょっとでも暗くなったらすぐ寝ることっていうのが重要。この、少しでも暗いと湧いちゃうから、もう。暗くなってくると。これなんか防具のゲージみたいなの。これは何なの？あ、そうそう。これは防御力。あ、壊れるんだ、これ。いつか。あ、壊れる、壊れる。え、メインは馬？メインはサトウキビとの回収だね。サトウキビなんてどこに？サトウキビはね、水場にあるね、結構。絶対ダメだよね、こっち来ちゃう。いや、でも関係ない、正直。ここら辺に何があるかとか見たいし、村とかあったら超いいしね。近くに。村。じゃあ、焚き火やってんの村だったんじゃない？あ、あり得る。なんか逆側の方になんか焚き火みたいなのが見える。焚き火？うん、すげえ煙出てる。あー。なんだろう。その可能性はあるね。お羊だ。さようなら。よこせ！どうする？このまますぐ行こうか。うん、まあ、とりあえずもう迷うこと、コンパスあるから迷うことないし。あ、そっか。とりあえず、そしたら、サトウキビ取ったら、洞窟探検持っとろうと。ああ。サトウキビってどういったもんだ？なんか、ネギみたいな感じ。水場に生えてる。ああ、じゃあ水場行こうか。ネット出しといた方がいいよ、もう。暗くなってきた。さっきの洞窟のとこにいるよ、俺。俺やばくね、さっきの洞窟が分かんなくなってる。キーが多すぎて。ああ、どこだ。高いところ。あ、見つかった。なんか犬みたいなのいる。あ、狼、狼。早すぎね、あいつ。倒せない。狼はね、ペットにできるよ。ペット？でも どうする、何もできない。俺倒せない。倒さない方がいい。骨、ね、あ、攻撃しちゃった、もしかして。してない。あ、してない。あ、じゃあ、たぶん攻撃してこないんじゃないかな。あ、じゃあいいや。もういいや。そっち行くね。わかった場所。わかった。水の中じゃないんだよ。あ、水、外。水辺にあるはず。無駄だ！やれ。無駄。これ、あんまり離れすぎない方がいいかもな。木が多すぎて迷う。そう。木めっちゃ多い。牛だ！あとね、あんまり連打しない方がいいかも。なんか、ゲージあるじゃん。伸びきんない、そのマックスにならないと、攻撃力が落ちるみたいな。ああ、こそこれなんだろう。攻撃はできるんだけど。そうだから連打するとあんまり良くないっぽい。ん？一周する？じゃあ回ってみるか。船作るか。船作ろうぜ。はい。そしたら、水面に、これ、ボート持って、水面に。
何何何何何何右クリック。あ、どういう、あーうわ操作むずてか、そうむずいね。いや酔うなこれ、酔うな、これは酔う。殺到気味ないね。すっげえドリフトするじゃんこれ。ね、めっちゃドリフトする。うらっ。イニシャル D もびっくりだよ。8だ。初めて見た。え、あった。あ、そうそう、それそれ。やったー。あれどこにいる？ちょっと待って、今すぐ。あ、いた。こ、音が聞こえる。羊を殴っている。疑いで。よし、じゃあ帰るぜ。これ一式作っちゃった方がいいかも。かけるも作っちゃえば。作っちゃう。うん。あと何足んないんだっけ？頭と足。頭と足は了解。作って渡す。取った、取った。おお強そう。おお雑魚。強そう。凄まじく雑魚いこれは。よし行くぜ。これ多分スケさん怖くないよ。マジでそんな強いこれ。うん、だいぶ変わると思う。なんかね、ちょっと上崩すよ。ああ、ちょっと待って。あ、なんかねあれだね。おい、え、待って待って、めっちゃ食らってる、めっちゃ食ってる、うん、大丈夫、うん、生きてる、あ、生きてる。おう、なんかあのマリオ見たくもう問答無用で死ぬやつ。そんな感じ、そんな感じ。空洞音がするんだよね。ね、上がそうってことは絶対にまず空洞があるんだよ。あ、右からマグマだとする。行くね。本当だ。え、これなんか穴開けた瞬間ボワーってきてゲームオーバーね。あ、あるあるある、全然あるよ。そうだ、真上ポリは絶対にしちゃダメ。こういうところで、あ、来た。マグママジ近く、マグマの近くに結構いいのが落ちてるんです。ダイヤがあるんですよ、確率的には。ちょっと待ってね、俺怖い。危ね。おお、もうこっちから見たら落ちてるけどね。ね、そう、シフトで。え、そんなことできんの？そう、要はあれでシフトでやりながらやると落ちない、こういうふうに。え、受けんの？受けるわけじゃない。そのなんか、ギリギリまで入れる。はあ、せっかく防具整えたのに、まだ敵に現れていない。いや、いいじゃないか。あったあった。行ってないとこ、ほら。あ、するね。音するね、スケさん。うん、お、全然効かないよ。ザコー、どうしたおい。効かねえ。やばくね。うら、効かなすぎる。余裕だね、スケさん。余裕だよ、あんなザコだよ。鉄の剣も作ってくればよかったね。うん、作ってるよ。あ、作ってんの？俺が作ってなかった、忘れてた。そう。俺ここ来てなかったっけ？うん、なんもない。鉱石すらない。あ、石炭はあったけど。こっちすげえもいいよ。びっくりした。お前も雑魚なんで知ってんだよ俺。え、こっちめっちゃ広い。やばい、ちょっと入れない。まあ、ほん。ただ地上に近いな、多分。で、この高さはね、多分ダイヤが出てこないと思うんだよ、ね。それが難しいところ。もう地上がある。ある？うん、地上ある。地上。あ、この高さね、ダイヤが絶対に出ないんですよ。クソが。だから下に行かなければいけない。とことん下に行けばいいんだよ、じゃあ。そうそう。あ、なんかあった。こっちなんかあんのかな。うわ、なんかすっげえ深かっ。あ、匠がいる。匠よいやん、ね、
ザコだ。やめといた方がいいぞ、その、それは怖いぞ。音だけだから。半分削れた。やべやべやべ。あ、死んだ。死んでんじゃねえかよ。おぉ。ハケがすぐ調子乗るんだから、マジで。ダメだよ、ハケって言ってもいいやつ、知らんよ。あいつだけ、防具仕事しねえんだけど。あれ俺無視されたねえ、こっち来た。あ、すいません、すいません、牛がギュなんで1個なの、なんで1個なの、全部行きなさいよ。